今日も一日お疲れ様でした、ケントゥです。ということで今回はですね、3回目のワクチン接種の日だったので、まあその時とその後日の様子をレポートしていこうかなと思います。ということで今回はモデルナを打って3回目のファイザーということで、まあ結構ね半年以上期間は空いたのかなと思ってて、ずっとねまあ受けなきゃなと思いながらなんとなく先延ばしにしてしまっていたので、今回まあいよいよ決心をつけまして行こうかなと思っております。皆さんどれぐらいの方が受けてるんですかね、3回目しかり、もしかしたらね1回も受けてないっていう人もいるかもしれませんけれども、今回の動画はあくまでワクチンをみんな受けましょうっていうわけではなくて、僕は受けましたよという動画ですので、まあねそれぞれ皆さん事情とか考え方もあるかと思いますので、情報を自分自身で取捨選択して自分がね正しいと思う判断をしていただければなというふうに思っております。ということで朝はサプリメントを飲むところから始まっておりますけれども、はい、ということでまだ朝起きて30分も経ってないんですけれども、今からちょっと資格試験の勉強、もう結構試験近いんであと2週間ぐらいなんで、朝からカフェで勉強してそのままドンキ行こうかなと思って、ドンキでなんか熱出た時のために必要なものを買い出しして一回帰ってこようかなと思います。よしよし、まだ眠いです。よしよし。ということで朝のお勉強に向かうんですけれども、その前にプロテインをしっかり飲んで歩いていきます。やっぱ朝散歩するのはね気持ちいいですね。ということで次の日からはね多分朝の散歩とかも朝勉強したりもできないだろうなと思ったので、いつもよりちょこっとだけ気合を入れてちょっと長めにお勉強をしました。めっちゃこのカフェ日当たりも良くていい感じの気分で勉強がはかどりましたね。はい、この後予防接種ですから、まあ、それに向けてねその後はドンキで買い物をしてきまして、この買ったものをね今から紹介しようかなと思いますので、とりあえず家に帰ろうかなと思います。うわ顔ダサ顔ダサいし、なんか光ってるし、何この光もういっか、オーブがちょっと映ってますけれども、これでいきますわもう今日は。ということで買い出し行ってまいりまして、どのぐらいカフェで多分3時間ぐらい勉強したのかな、まあ、2時から予防接種なんですけど今1時ぐらいですね、まあ、ここからこれ紹介してパッと出ようかなと思うんですけど、うん、2000円ぐらい使いましたね地味に。はい、まずこちら、なんかねご飯系お弁当みたいなの買おうと思ったんですけど、僕結構なんか食べたいものって食べる時にパッと思い浮かんでそれ以外あんま食べたくないみたいなことあるんで、こういう保存が効くやつだけ、まあねこれだったらお湯入れるだけなんですぐ作れるんで、まあいけるかなということでこれ買いまして、これ好きなんですよね、わからない、こう鴨だしのそば、はい、これ1個200円ぐらいしましたね。リポディとアリナミンのゼリーみたいなやつ、無理して飲むっていうよりはめっちゃきつかったら飲むみたいな感じですね。でね、スポーツドリンクはね買わなかったっすね、もともと家に水あるんで、これね普通の最近飲んでる超香水のやつと普通の水、これ家にめっちゃあってイロハスもいただいてるのがめっちゃあるんで、ありがたいことに大事ですね。はい、冷えピタ、そう俺ね2回目受けたの夏ぐらいだったかな、夏か秋かそんぐらいだったんですけど、その時ねもう多分接種ブームっていうか、まあピークというかなんか予約も取りにくい時だったんで、これマジ売ってなかったんですよね、子供用のちっちゃいやつしか。でも今回はちゃんと大人用が普通にいっぱい売ってましたね。なんでこれで頭を冷やしの2回目受けたっていう話をしたんですけど、その時にめっちゃ役立ったのがねこれなんですよ、凍ってるお茶、このアイス枕みたいなのもあるんですけど、これをね脇に挟んどくとめっちゃ楽だったんで、ちょっと今回はこれ買いました。でこれだけねドンキになくてファミマで買いましたね。はい、アイスはなんかまあ一応ねダイエットもちょこちょこしてるんで、あんまなんか成分的に悪すぎない小豆バーにしました。これやったらいいと思います氷、まあこれはなんだろう、飲み物冷やして飲みたい時とかに使おうかなと思って、
でそれと今回は買ってないんですけど、前回のワクチンの時に買っててめっちゃ良かったのがもう一個、このアイス枕。これもドンキで買ったやつですね。ドンキのマーク入ってるけど、これがマジで大事。これもう一個買えばよかった。これ冷凍して使うんですよ。冷凍してもこの柔らかいままなんですけど、これがねこう寝てる間にこうずっとやっとくと、まあ起きたらぬるくなってるから、もう一個買っとけばよかった。しくった。で、あとこれですね。これが一番大事かもしれない。この解熱剤をね、昨日、一昨日かな、いつも行ってる耳鼻科に、なんか今度ワクチン受けるんで、解熱剤もらっていいですかって聞いたら、くれたので、くれたっていうか、まあ買ったんですけど、ちゃんと、はい、処方してもらったんで、これをね、飲もうかなと思います。カロナールって言ってたけどな、この、あれかな、ジェネリックなのかな、これ。アセトアミノフェン。まあでも解熱鎮痛剤って書いてるんで大丈夫だと思います。まあご飯は一応頼みたい、なんか食べたいと思ったら、あのメニューっていうね、あの宅配アプリ、まあ Uber みたいなやつを僕よく使ってるんですけれども、今あのクーポンが出てて、そう、この前コミュニティ投稿見てくれた方いるかもしれないですけど、そこでね、あの招待コードを入れてもらえると、招待コードを入れてくれた人と僕にあのそれぞれクーポンが入りますよみたいなので、そのクーポンがね、まあ今回結構溜まってるんで、まあ多分1500円以上頼むと1000円引きみたいなので、まあ普通に外食するよりちょい安いぐらいでギリ食事が取れますので、ありがたいことにありがとうございますということで、まあそれをうまく使いながらで、それねコンビニとかも使えるんですよ。だからなんか普通にご飯食べたいものはその食べたい時にとか、ジュースも飲みたいものは飲みたいものがある時に買おうかなって、無駄なものはなるべく買わないようなっていう感じでやっております。はい、ということで商品紹介のコーナー、まあ怖いね、熱がどうなるか。で今回はこれあれか、封筒を見せると何区に住んでるかバレる。これバレるね、書いてる。1、2回目はモデルナで、3回目はファイザーですね。ファイザーなんかまあ諸説あるらしいんですけど、一応モデルナ、モデルナ、ファイザーみたいな、なんか違うやつを3回目受けるとまあいいかもしれませんよみたいなのを聞いたんで、僕はあえてね、その結構今回は選べたんで、前回はねもうマジでモデルナしかなかったんだよね、確かどこ行ってもモデルナみたいな。そう、まあ今回選べたんで選びましたね。ということで今1時10分、僕接種が2時15分からなんで、まあでもゆっくり行こうかなと思います。じゃあ行ってこようと思います。終わりました。前回よりめっちゃスムーズだった。もう待ち時間ほぼゼロでしたね。いやーよかった。ちょっとまた詳しく話しますか。よいしょー、ということで無事に3回目接種終わりまして、風呂入って、でその間にメニューをもう1回目頼みましたあ、ちょっと今から実践するのはさすがにしんどいなと思って、一応ね今のところまだ何もないですね。腕も痛くないですね。ということで、いやでもねめちゃめちゃスムーズだった。 1,2 回目の時は書類のチェックで1回並んで待って、で次その予診、まあお医者さんに1回一応体調大丈夫かどうか見てもらうところでも結構待ってたイメージだったんですけど、そこも特に待たずに、で最後接種する時も結構座って待ってて、で接種して終わったら15分待つみたいな、まあそこは一緒だったんですけど、でも全部ね体感としては接種するまでは5分もなかったと思いますね。もうさっさっさっとチェックして予診して接種終わって、で15分だけ椅子でこう異常がないか待って終わりみたいな感じでさっと終わりましたね、はい、でまあ帰ってきてシャワー浴びてる間にこのご飯を頼みまして、まあ今もうなんやかんやで4時近いんですけれども、3時半ぐらいなったんで、まあ接種したのは2時半ぐらいだったかな結局。まあどうなるか分かんないですね。多分最初は腕が痛くなるのかな、でその後熱出ると思うんで、まあ熱出るのが夜中とか夜とかになるのかな。で何を頼んだかと言いますと、ちょっと暗いね、あれですね、王将で中華丼と酢豚頼みました。ありがとうございます。でこれで本当の金額は1570円なんですけど、ここから1000円引きで570円ということで、ありがたい。いや、やっぱ野菜食べたかったんでね、いいですね、素敵です、茶色。まあこっから一旦ね、まあ体調悪くなるまで今寝ちゃうと多分ね夜眠れなくなると思うんですよね。なんで
まあ、ご飯食べてちょっと作業まあやろうと思えばできることはいっぱいあるんで、まだいやーよかった。まああとは熱がね上がらなければという感じですね。ということで、イエー、すいません、ちょっともう顔も全く作る気ないですけど、うん、うまい。でもこれ2つで1500円だと、まあちょっと宅配だから高いけど、まあ一回ぐらいだけど、これ570円だったら余裕で店で食べるより安いもんな。じゃあまたなんか変化があり次第撮ろうと思います。またここにオーブができてる。明日ちょっとね、眠くなってきましたね。今んとこ腕も痛くないし。そう、俺打ったの左なんですけど、あ、そうだ、ちゃんと打った証拠見せてなかった。見える？これ打ったの左なんですけど、右がね、あのスイッチスポーツって知ってます？Wii スポーツがあったじゃないですか、 Wii で。それのスイッチ版が最近出て、昨日それのボーリングやってたら右上で筋肉痛になって、普通にそっちの方が痛いんでまあちょっと軽く寝てみようかなと思います。で、起きて、まあ、大丈夫だったらもうちょい勉強して、ダメそうだったらもう今日は終わり薬、あ、熱があれば薬飲んで、なければそのまま寝てみます。はい、っていう感じで一旦寝ます。はい、ということで、今もうすぐ11時ですね。5時間6時間ぐらい寝たのかな。まあ多分ワクチン打って10時間半ぐらい経ってるんですけど、なんもないっすね見えないよ、見えない。かけます。まあなんか若干のこの違和感あるけど、その痛いほどでもないっていう、ちょっと測ります。前回も半日ぐらい経ってから熱出たんかな、だと思うんですけど、もうちょっと寝すぎて眠くないんで、また勉強しますもうなんか一通り勉強はやってるんですけど、なかなかね不安になるな。多分もう大丈夫なんだけど、ね、どうやって落ちたらやばいですけどちょっともうまあ12時半なんで、今見えるかな、はい、もう寝ようかなと思います。まあ明日朝起きて多分まだ熱ないと思うんで、明日の夕方とかに熱出始めるんじゃないかなって思ってて、地味にやることはたくさんあるんだけど、なかなか手をつけれてないものが多すぎて嫌になるな。頑張ろう。ということで、もう今日は寝ます。あざした。なさそう、うわ熱はないっすねまだ。で、まあ勉強と編集するって言ってたんですけど、まあ、若干なんか不快感はあるんでまあ無理せずでしばらく昼ぐらいまで寝ようかなと思います。今日ね、ちょうどゴールデンウィーク明け1日目なんですけど、なんかちょっとすごい罪悪感ですけれども寝ようと思います。はい、ちょっと世間の皆さんは頑張ってると思うんですが、はい、すいません失礼します。今8時46分ですね。なんかめっちゃ悪い夢見て起きたわで、今熱測ったんですけど、熱はまだないっすね。でもちょっと頭痛い。もう一回寝ます寝ます。顔パンパンやないかい。いやー、今10時半ぐらいっすね。地味に頭痛い。うん、ちょっと
メニュー頼んだんで取り行きます。ちょっと昼ご飯ね、あの吉野家で牛丼頼んだんで味噌汁作りまして、5分ぐらいで来るんで飲もうかなと思います。あ、普通にうまいわ。今日昼から雨っぽいんですよね。夕方ぐらいからまだこうやってなんかベッド出て下に降りてくる余力あるうちは、まあ、なるべく宅配でカップ麺はちょっと温存しようかなと思います。ちょっとやっぱ料理はきついですね。こうフライパンとか多分触れないんで普通に痛い。こういうのって絶対最後まで飲めんくない？ちょっと残ってるんですよ絶対。はい、ということでご飯届きまして、うな牛ですね、1560円の1000引きで560円。よし、これ寒いね、これ寒いになる。うん、まあとそうですね、ペットボトル、これ地味にね大事なの、このペットボトル元気なうちに開けといた方がいいですよ開けれなくなるんでマジで。まあ、ちょっとまたご飯食べますわ。よし、まあ晩酌まで終わったんでもう今日は無理です、終わりです回します。12時41分でついに37度6分になりました。ということで解熱剤飲みますわ。やることがもうない、できることやんなきゃいけないことはいっぱいあるけどできることがないはい、ということで届きました。タピオカがさ流行ってるから飲むんじゃないよ、うまいから飲むんよはい、ということで4時になりまして、だいぶ楽っすね。熱下がった感があるんで一応測りますけど、でもまあこれ多分解熱剤がちょっと効いてる終わりぐらいだと思うんで、また多分ねこれ薬なしだときつい可能性あるんでもう一回一応飲むんですけど、一応熱測ります。あるね、やっぱ37度3分。まあ僕平熱36度5分とかそんぐらいなんで、まあすごくない？人間ってさ、本でもめっちゃ思うんすけどなんか急に熱く語ってて草そう、人間ってさ1度温度違うだけでこんなヒーヒー言うじゃないですか。でもなんかお風呂のお湯が1度違うとかあんま気になんないっすよね。とかカップ麺に入れるお湯が100度か99度かなんて気にしないじゃないですか。3分か4分かとか気にしないじゃないですか。ね、不思議っすよね。体温ってさこんな1度違うだけでさこんなだるいのにさ他の温度は全く気にならないっていう、これ不思議だと思いません？繊細なんですね体温は。はい、まあ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 ちょっとなんかねあれいろいろ焦りはありますけど、まあ、今日ぐらいしか休めないんでゆっくりしようと思います。失礼します。ほらもう12分喋ってるよ。はい、ということでようやく熱が下がりました。ありがとうございます。まあ思ったよりきつくなかったっすね全然。今時間は見えるかな、10時ですね。はい、いつもより長く寝てしまった。でまあ改めて今回はモデルナで3回目のファイザーを打ちましたね。はい、ということでまああくまでもねそのワクチン接種自体を推奨してる動画っていうよりかは僕は受けましたよっていう感じなんで、まあ自分自身で情報を取捨選択していただいて、まあ、その上で自分の判断でねやってもらえればなと思います。買って良かったものを紹介しておきます。じゃまず1つ目、まあ、第3位ですかねはこれです、解熱剤ですね。これは前日までに前々日ぐらいに行ったかな、まあ、かかりつけの耳鼻科、まあ、内科とかどこでも大体出せるとは思うんですけどに行ってワクチン接種する予定があるんでその解熱剤を出してほしいっていうことを言ったら、まあ普通に処方してもらえたんで、
まあ、誰でももらえるんじゃないかなということで、まあ、これを飲んだから熱が上がりすぎなかったのかは分かんないですけど、結構予防的な意味で37度超えたら飲むって僕の中で決めてて、まあ、超えた時に飲んだんで、もしかしたら飲まなかったらその後めっちゃ上がってたかもしれないし、分かんないですけどね。まあでも一応まああって損はないかなということで、これ3位。2位がこれですね外したやつで申し訳ないですけど、冷えピタですね。これもマジで良かった。やっぱ熱くなるところに貼ると結構ね不快感が軽減される気がしました。で最後1位がちょっとここに今ないんですけど、あのアイス枕ですね、ドンキの。あの柔らかい方、ムニムニの方が良かったっす。あれあるだけでマジで寝心地が全然違うんで、あれは多分2つ買った方がいいっす。で逆に買わなくて良かったものは氷いらなかったっすね。あんま冷たい飲み物を飲みたくなるタイミングなかったんで、うん。ただあの凍らせてるペットボトル、これですね、もう溶けてるんですけど、これをこの脇の下に挟んでおくのはめっちゃ良かったですね。冷えピタでもちょっと物足りないなっていう時はペットボトルを脇に挟んでました。でまあ今の症状的にはもう熱とかだるさはないんですけど、腕っていうか脇が痛いんですよね。なんか打ったのはここなんですけど、ここがこう、さっきこうやって鏡で見たらこっちだけ腫れてて、ここが腫れてるんですよね。まあなんかそれが痛いんですけど、それ以外は大丈夫ですね。前髪すごいことになってる。あとね、これ俺だけかもしれないですけど、なんかめっちゃ悪夢見ましたね多分3回くらい寝たのかな、全部で、ね、けど全部3回とも悪夢で起きましたね。なんかそれぞれ内容は違ったんですけど、何なんだろう、これ俺だけなんですかねなんか焦ってるのか疲れてるのか分かんないですけど、なんかそういう内容のなんか 何に間に合わないとか何々に追われてるみたいなそういう悪夢を毎回見ましたちょっとね分かんない、これは原因が俺にあるのかワクチンにあるのか分かんないですけど、もし同じ症状の人いたらコメントで教えてくださいとまあそんな感じですかね。とりあえず無事でよかったっすね、うん。あ、ちょっとサムネ撮らないといけないな、なんかないかな、わかりやすい、こう、あ、もうこれで終わるか、終わります